電気つくの？屋根裏なんです。あ、これ、あ、これつかないんですね。そうなんですよ。電球変えなきゃいけない。へー。あ、もう屋根裏なんだ、ここは。完全に屋根裏なんですよ。それで、昔、暗室だったらしいんですね、この。何室？暗室。暗室？ああ。カメラマンが、はい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 。使ったらしいんですよ。あ、なるほどね。スタジオとして。はいはい、だから暗室としてもなんか使えるらしいんですけど。いいですね。そうなんですよ。だからまあ私は使ってないんですけど。普段はじゃあ使ってないんですね、ここは。ここはもう物置的に、まあ、綺麗にすればね、それこそ使えると思うんですけど。でさらに、あ、この上、行けます？もし差し支えなければ、まあ、ポソポソですね、そんなに強くは降ってない。はい、おお、よいしょ、気をつけてください、はい、そこに足乗っけて大丈夫です。ちょっと今日はこれ乗っけて、あ、そんな感じです。大丈夫、よいしょ、こんな感じです。おお、すごい、ここが屋根の上で、あ、で、なんてこっちから、はいはいはい、あのレインボーブリッジが、あ、本当だ、夜すごく綺麗なんですよ。ああ、いいですね。こう来る、こっち来ると東京タワーが、なるほど、こっちに東京タワーが、なるほどね、さっきのこれだ。そうです、これが東京タワー。なるほど。それでもうちょっと左行くと、ああ、あれヒルズですね。へえ。で、あの8月に、はい、東京湾の花火大会、はい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 、ここで宴会やったんですよ。へえ。あそこから見えるんで、あ、この目の前に上がるんですか。そうなんですよ。あ、これは最高っすね。10人ぐらいでここで、あのビールとか、なるほど、ここだったら、ええ、このスペースだったら、まあこれでも10人は普通に来れますよね。大丈夫です。あの結局この半分ぐらいしか使わなかったんで、そうですね、10人ぐらいでも。なるほど、でここの森が、はい、高輪公園、はい、品川の駅はじゃあこっちの方向ですね。です、なるほど、だいたい品川の駅から歩いて10分弱ぐらいですね。10分弱ぐらい、ちょっと700メートルぐらいですね。750メートルぐらいと、